かがりの声優が劇場版で変更されてブチギレているガンオタの反応集。ではどうぞ。かがりの声優なんて変わった？ゲームとかで変更がないからさ、こういうことされるとマジで萎えるわ。声優変更もあれだけど、キャラがご等身なのはなんとかならんのか？真顔で並ばれてると笑ってしまうんだが。なんで降板になっちゃったのか気になります。新たなキャストの声優さんに罪はないものの、ファンにとっては思い出補正がある以上きちんと説明が欲しかったのう。変更理由が書いてあるのかと読んでも、理由が書いてない。かがりの声変わるなら見なくてもいいかな。アスランとかがりの間にいるメイリンにもイラッとするし。まあハサウェイの時にも起きているし、自分にはハサウェイが一番なのでそれほどではありませんが、ファンとしてはやはり理由は知りたいよね。ごその後でファンを大事にしてくれれば、自分は嬉しいんですがね。これを見たい層の中に当時見てたから見たいと思った人もいるのに、現役の人を下ろしてまでキャスト変更した理由をちゃんと書いてほしい。というか書けよ。詳しく、説明してください。今、僕は冷静さを書こうとしています。で、結局理由は？変更の理由が全然わからん。空気を読まずにすまんが、バルトフェルドは出ないんか？もうこの時点で不満がたくさんあるのやばいな。どんな内容になるかわからんけど絶対フローの声でかくなりそう。ならかがりの出番いらないまであるよ。かがり声優変えたのか、PV 声ほとんど変化なかったから違和感あんまなかった。声変わると見ない、見れない、なんか受け入れられなくて。ハサウェイの時も同じ感じだったよな。でも今回はテレビでやったアニメを放送するわけだからさすがにここに来て声のチェンジはしんどいわ。変更の理由って見出しがあるけど、飛んだ先に理由らしい理由は何も書かれてなかった。また声優問題がヒートで起こってるのか。劇場版ゼータの方の CV 変更であれだけ荒れたのに、ましてやかがりはメインもメインのキャラなのに。これ福田監督きちんと説明しないといけなくね。昔噂になった神道さんと小陽沢女子の対立がまだ尾を引いてると思われるぞ。話し合いの結果？その結果が知りたいのよ。時が経てばこういうことも増えるよね。あれ？イザークとディアッカだけ衣装古くない？キラたちが特別なだけ？変更理由が競技を重ねた結果じゃ全くわからん。趣旨放送時に小陽沢は脚本をラジオで皮肉って干されたが正解だろ。やっぱキャスト変更あったか。かがりの扱いについて思うところもあったみたいですし、ご本人の希望の可能性もあるしな。理由書いてなくて残念だけど、それはコンプライアンスに関わるから仕方ないかもしれないけど、森七菜子さんって聞いてなんだか安心した。 PV 後に知ったから安定していてびっくりした。ゼータガンダムの映画でも声優さんの交代あったからね。いや、キラの右隣とかがりの左隣だれ。何回というか等身がおかしくないですか？ PV で聞けるかがりの声違和感なくてすごい。森さんめっちゃかがりだ。いろいろと理由は考えられるが、何にせよ残念で、鳥居の方は？あと、ブルーって何や？交代理由に納得できない。そして凄まじく違和感の感じる絵である一方で、鈴村夫妻の夫婦ならではな掛け合い見れるんじゃね？と思ってしまった。え？かがりの声神道さんじゃないんだ？大丈夫なのか？てか理由をくれー。アスランの横にかがりがいないのも。誰かが好き嫌いで突撃キャラ殺す人の意思継いだか、福田がやっぱりってことか。かがりは好きなキャラだっただけあって神道さんが降板は残念だけど、話し合った結果でしたら、ぜひ森さんに頑張ってほしい。話し合いの内容をもっと詳しく知りたいです。あと神道さんのコメントも。結局は21年前の喧嘩が今でも続いてるってことでしょう。福田ほんまに大人げない。ディスティニーの頃に制作と揉めてなかったっけ？確か、変更するくらいなら、かがりを登場しなくてもいいのでは？ガンダムに乗って戦うこともないだろうし。Z の時と同じか？キラやシンたちが着ている制服はどこの軍なんだろう？
理由が掲載されてると思ったら、一切記載ない。理由はわからずしまい。神道さんじゃないのは少し残念。まあ法と同じようなもんと思って楽しみにしてる。劇場版ジータでもあった声優変更はどんな反応されるか？かがり横のプレアのような子供は？クルーゼのクローンかな？これはどうなんやろ、前の時に色々あったのは知ってるからな。変更理由説明してないやん。話し合いを重ねた結果は変更理由じゃないぞよ。干された時のお根にも妻ではいかないけど遠慮した可能性もあるわな。現役バリバリの人を降板とか疑問なのと、キャラへの頭身がおかしい。これ、大丈夫なのか？これ確かリアタイ放送時に言われてなかった？不仲が会見行ったとか？長期間演じていなかった矢印変更は理解できる。本文にもある通り昨年、今年と新録あったのに変更するんだから何か理由があるんでしょ？はぁ、両沢に意見したのまだ根に持ってるんか？森、アスハまだ聞いてないけどテンション下がるわ。バルドフェルドは？エターナルの環境変更ってこと？ガイアはどうなる？一番好きなキャラの声優変更とか、己ヨネそんなに意見批判が出るのが嫌だったのか。え、神道さんのかがりだからシード見てたのに。劇場版は見ないかな。一人変更だけで、だいぶ変わるもの。変更になるのはしょうがないとしても理由はちゃんと説明してほしいよな。現役で活躍されてるんだし。現役やろ、馬娘で聞いた声まだまだやれるぞ。もしかして劇中もこの頭身で動くのかな。劇場版楽しみです。スペシャルエディションから見に行きます。25日シード名場面。神道といえばってキャラだろうによ。監督と不仲みたいな噂が当時あったけど本当だったのかな。監督側からクビにしたか声優が自己降板したかはわからんけど、当時現役で見てた人がメインターゲットの映画なんだからオリジナルメンバーでやってほしかったね。ニコル見た、本編とステージでキャスト変わってるキャラもいたし、そういうものだと思うしかないね。余計なことすんなよ。こういうことやるから作品がダメになっていく。ゼータの方の時もそうだったし、20年くらい前のアニメで当時のキャストがここまで揃うこと自体が奇跡なんだよね。絶対にこじれるとは思った。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。